剣に、剣に会うまでは。バット、どうした？何があった？レイ、村が剣王振興隊という連中に。何？に、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 あ、リーナ、アイリさんが。もう一匹残ってましたぜ。ガキか。子供といえど剣王様に忠誠を誓ってもらおう。剣王様の紋章を自らその体に焼き付けるのだ。もし嫌だと言うなら、あの鉄板の上で黒焦げになるまで踊ってもらうことになるが。はっ、ひどい、なんてひどいことを。さあどうする。誓いません。あなたたちのような悪魔には絶対従いません。何？自分から。面白いガキだぜ。お嬢さん、手を貸してあげようか。おい。なんだ。人の皮をかぶった悪魔め。何を。あれはなんと水長剣。で、レイ。しっかりしろ。レイ。あ、アイリさんは無事よ。心配しないで。あれ、どうしたんだろう。安心したら涙が。自分よりもアイリのこと。死にそう。しかし。一同のようでもまた子供、それをこんな目に。許さねえ。てめえらの血は何色だ。おじい。次はてめえの番だ。貴様がなんと水長剣を使うという霊だな。貴様の弱点は分かっている。何？この村にアイリという女がいるはずだ。貴様は妹の命を懸けられると何もできん。ただのデクノポーだ。私ならここにいるわ。私は戦う。もう逃げたりしない。アイリ、このアマ。私は昨日までのアイリじゃない。戦うことをリンちゃんに教えてもらったの。兄さん、思う存分戦って。そっか、もう俺に弱点はない。アイリは俺から離れた。自分の意志で生き、自分の意志で死んでいくだろう。王様に逆らう愚か者どもめ、このわしが皆殺しにしてくれるわ。貴様では俺の動きを捉えることはできん。俺の下等術で消し積みにしてくれるわ。キュー
ひょーん。なんと水長剣の鋭い死闘は大気の中に真空波を生む。腹の中のガソリンが引火したら吹っ飛んじまう。いや、助けて。エロボス。何？剣王様。剣王。この男が。この人が剣の。お前がラオウか。ちょうどいい。この場で俺が片付けてやろう。お前がレイか。なんと水長剣、楽しませてもらった。ならば貴様にも俺の真髄を教えてやろう。待ってレイ、その人と戦っちゃダメ。リン。リン、心配するな。俺は戦うことでしかお前や剣に借りを返せない男だ。ラオウの首は俺が取る。レイ。レイ、一つだけ聞こう。お前は北斗七星の横にある星を見たことがあるか？ある。おお、あるのか。お前は俺と戦う運命にあるようだな。よかろう、どこからでもかかってくるがいい。な、何？降りぬというのか。お前ごときの腕でこの俺を同じ地上に立たそうと思ったか。もはやこの俺を対等の地に立たせる男はおらぬわ。ならばそこで馬ごと死ぬがいい。なんと水長剣奥義、断固総裁剣。悲しき定めよ、貴様の見た星は視聴星、神はすでに貴様に死を与えていたのだ。